はい、どうもこんにちは。今回は D ポイントについてお話をしていきたいと思います。D ポイントはですね、数あるポイントサービスの中でもかなりポイントが貯まりやすいサービスなんですね。ですので個人的にはね、非常に D ポイントをおすすめをしているんですけども、ただですね、意外と周りの方を見ていても D ポイントをね、持っている方ってまだ少ないのかなというふうに思っています。おそらく D ポイントの仕組みですとか、D ポイントってどんなものかまだわからない方もまだたくさんいらっしゃるようなので、今回は D ポイントについてね、少しお話を、D ポイントについてお話をしていきたいと思うんですけども、まずはこの D ポイントっていうのが、そもそもどんなものかっていうのをね、知らない方多いと思いますので、まずは概要といいますか、ざっくりと解説をしていきたいと思います。まずですね、今日解説する内容はこちらなんですけども、D ポイントってどんなものなのかですとか、あとはルール、作り方、あと最後にですね、おすすめのアプリについてお話をしていきたいと思います。まずは D ポイントとは、ドコモが発行運営しているポイントサービスなんですね。もともとこの D ポイントの前はですね、ドコモのユーザー向けに、もともとポイントサービスっていうのがあったんですけども、このポイントサービス、ドコモのユーザー向けなので、例えば機種変更の時に割引をしたいですとか、あとは付属品を買ったりですとか、そういったことにもともと使えるポイントサービスだったんですが、これがね、発展していった形が今の D ポイントになります。なので、ドコモしかね、ドコモ持っている人しか使えないんじゃないかっていうふうに思ってる方も結構多いようなんですけども、ドコモの携帯をね、持っていないとダメなんじゃないかと思ってる方多いと思うんですが、これ実はドコモの携帯を持っていなくても作ることはできるんですね。ですので、例えば、今 au ですとかソフトバンク持っている方もそうですし、あとは格安 SIM とか持っている方でも、この D ポイントを作ることができるんですね。ですので、ぜひね、持ってない方は作っていただくとね、非常にこれポイント貯まりやすいサービスなので、ぜひね、作っていただきたいと思ってます。はい。で、ポイントのルールについてちょっとお話をしていきたいと思うんですが、まずは、どのぐらいでポイントが貯まるのかっていうお話なんですけども、Eポイントは100円に対して1ポイント貯まるという仕組みになっています。ですので、100円ごと、ですので、100円で1ポイント、200円で2ポイントというふうに貯まっていきます。でここでポイントなんですけども、この D ポイントは税込みで1ポイントなんですね。ただですね、これお店によっては200円で1ポイントっていう場合もありますけども、 D ポイントの場合は基本のベースになっているのがこの100円税込みで1ポイントになっているので、これをねまず覚えておいてください。で次に、ドコモユーザー限定にはなるんですけども、ドコモ持っている人はドコモの利用料金に対して、ポイントが貯まります。でこのポイントは1000円ごとに、10ポイント貯まるような仕組みになっています。で下にねちょっと今少し出したんですけども、これはD ポイントの、D ポイントのホームページですね、少し載っている内容なんですけども、分かりやすく言うと、例えば、機種変更した時の分割代金ですとか、あとは、ゲームとかで、購入した、コンテンツの料金ですとか、そういったものはポイントのこの1000円ごとには含まれませんよということを、細かく書いてある内容です。ですので、いわゆる利用料金、基本料金ですとか、あとは、オプション料金ですとか、あとは、パケットの代金だとか、通話料金ですとか、あとはドコモ光の基本料金、そういったものに対して、1000円ごとに10ポイントが貯まるという仕組みになっています。では、ドコモを持っている人と持っていない人の差はこういった形になっています。買い物で貯まるポイントっていうのは、ドコモがある人、ない人、実は全く同じなんですね。ですので、同じ条件で、100円税込みで1ポイント貯まるようになっています。でドコモを持っている人は、プラス、利用料金に対しても、1000円ごとに10ポイント貯まるという仕組みになっています。でポイントの還元率なんですけども、D ポイントっていうのは100円で1ポイントですので、実質 1% になります。でね、1% ってね、聞くとね、なんかねポイント少ないんじゃないかなってね思う方多いと思うんですが、実は意外とポイント高い方なんですね。
例えばですね、あの皆さんがよくご存知の、T ポイントってありますよね。あれいくらだと思います？あれ200円で1ポイントなんですよ。200円で1ポイントなんですよ。なのでこの T ポイントと比べても、実はね D ポイント、ポイントね、あの還元率高いんですね。なので、実質 0.5% なんですけども、でしかもですよ、もう一つ T ポイント、200円で1ポイントなんですけども、これ税抜きなんですよ。で D ポイントってさっきもお話ししたように税込みで1ポイントなので、もうこの部分でも差があるんですね。なので T ポイントってなかなかね溜まりづらいななんて思う方も多いと思うんですが、実はねこういった理由もちょっとあるんですね。ただまあ T ポイントもごく一部ね、100円で1ポイント貯まるお店もあるんですが、T ポイントはベースは200円税抜き1ポイントになるので、ベースは200円だというふうに、お考えください。で次に使えるお店なんですけども、使えるお店は、まあこういったねように有名どころで行くと、ローソン、マクドナルド、松木用、ファミリーマートですとか、まあ、こういった、ね、お店使えるんですが、ただね、先ほどの T ポイントと比較した場合、正直ね、お店はね、ちょっと少ないのかなっていうのはあります。で、ポイントサービスを使う上で、もちろんね、ポイントはね、使えるお店はこれから増えると思うんですけども、ぜひね、もう一つ使っていただきたいのが D 払いなんですよ。で、D 払いは今回の動画ではちょっとお話はしないんですけども、この D ポイントと D 払いは基本的にセットで使うことでめちゃくちゃ使い勝手も良くなるし、ポイントもよく貯まるんですね。なので、このポイントサービスね、 D ポイント、もし入れて D ポイントをね入れていただいたら、ぜひね、D 払いも合わせてね、入れていただくと、本当にポイント貯まりやすくなるので、ぜひおすすめです。はい、次にポイントカードの種類についてお話をしていきたいと思うんですが、ポイントカードは大きく2種類に分かれています。で、まず1つ目が、D ポイントカード。で、これは、いわゆるポイントカード。プラスチック製のポイントカードになります。でもう一つが、モバイル D ポイントカードといって、まあ、スマートフォンで表示させるというものと大きく2種類あります。で、この動画ではポイントカードで作るお話もするんですが、ここではその下に書いてある、モバイル D ポイントカードの作り方についてお話をしていきます。でもしですね、プラスチック製の D ポイントカードが欲しい場合は後で追加をすることができます。ですので、まずはモバイル D ポイントカードを作った後に、もしカードが欲しいという場合には、例えば D ポイント取り扱いのお店に行っていただくですとか、あとはドコモのお客様センターだとか、あとはドコモショップとかでも D ポイントカードを別で発行することができます。で、ポイントはですね、これ別にバラバラになるのではなく、手続き上でセットにすることができますので、もしカードが欲しいっていう、このモバイル D ポイントカードとプラスチック製のカードを併用して使うことも可能になりますので、もしねプラスチックカードが欲しいっていう場合には後から申し込むことができますので、申し込んでみてください。はい、でここからはじゃあポイントカードの作り方についてお話をしていきます。でポイントカードを作るときに必要なものはメールアドレスになります。はい、スマートフォンとメールアドレスがあればポイントカードを作ることができます。はい、次に D ポイントの作成についてなんですが、これからの流れというのは D アカウントっていうのを作ります。でその後に D アカウントの情報を入力して、 D ポイントの利用者情報というのを入力していきます。でここで、D アカウントっていうね言葉が出てきたんですが、このちょっと D アカウントについてお話をしていきたいと思います。はい、D アカウントなんですけども、これはですねドコモのサービスたくさんあるんですけども、こういったサービスを受けるための、受けるために必要なアカウントになります。でこの D アカウントっていうのを一つ作ってもらうことで、いろんなサービスを連携させることができるようになります。ですので、まずはドコモのサービスを受けるためには、まずこの D アカウントっていうのを作る必要があります。で、これを作成することによって、いろんなサービスと紐づけることができるというのが、この D アカウントなんですけども、
D アカウントを作っていただくことによって、この先ほどの、D ポイントっていうのを作ることができて、でここと関連させることによって、D ポイントが使えるようになるという仕組みになっています。でこの D アカウントを作るとどういったメリットがあるかというと、いろんなサービスと連携をさせることができるんですね。で今回動画ではお話ししないんですけども、例えば D カードというサービスがあるんですが、例えば D カードと連携させたりですとか、あとは先ほど少しお話しした D 払いというものと連携させることもできますし、あとは、僕がね、非常にお勧めしてはいるんですけども、この D マガジンというのがあるんですが、まあ、こういったものだとか、あとは、ドコモバイクシェアといってですね、都心部で自転車のレンタルとかしてるんですけども、まあ、こういったものと連携をさせることができるんですね。でこれ連携させるとどうなるかというと、いろんなサービス、 D カード、 D マガジンとか D 払いとかで貯まったポイントを貯めたり、あとは使ったりっていうことができたりするんですね。なのでこの D アカウントっていうことを、 D アカウントを作ることによって非常に便利に使えるというのがこの D アカウントになります。なのでまずはこの D アカウントを作るっていうところから始めていきます。でアカウントが作成できたら、続いて D ポイントを作っていくという流れとなります。はい、ですので、D アカウントをまずは作ってもらって、 D アカウントの情報を入力して、D ポイントの利用者情報を入力という風な流れになっていきます。はい、それでは画面で、ね、説明していきたいと思います。はい、まずはスマートフォンで、D ポイントなどで検索をしてもらうと、おそらくね、こういった画面が出てくると思います。でこの画面が出てきたら、右上の登録というボタンをタップします。はい、そうするとこういった画面出てきますので、まずは D アカウントの登録をするので、一番下の方に行っていただくと、こういった画面が出てきますので、下のところの D アカウントをお持ちでない方をタップします。でそうすると、次にこういった画面が出てきますので、まずは今回はオンライン発行 D ポイントカード番号というのをタップします。はい、でまずはね、 D アカウントを作りますので、D アカウントを作るためにはメールアドレスが必要となりますので、普段使っているメールアドレスを入力します。で入力したものが問題なければ次をタップします。はい、でタップすると、メールアドレスにワンタイムキーというのが送られてきますので、入力したメールアドレスのメールを確認してもらって、そこのワンタイムキーを確認します。はい、でこれが実際のワンタイムキーが載っているメールなんですけども、ここのワンタイムキーという数字6桁のものを暗記して、次の画面に入力します。はい、でここでワンタイムキーを入力して次をタップします。はい、で今度は D アカウントの ID の名前を決めます。で、入力はね、あの方法2つありまして、ID、普通に、ね、自分で好きな ID 入れる方法と、あとは先ほどのメールアドレスを ID にする方法と2種類ありますけども、個人的にはね、メールアドレスの方がおすすめです。後で忘れたりしないようにするためにも、アドレスの方がいいと思います。はい、で続いて D アカウントのパスワードを設定します。で、A 数字の8桁以上で入力してもらい、でさらに、ね、下のところに、名前と性別と生年月日を入力していきます。はい、で規約を読んでいただいて問題なければタップをします。はい、で続いて先ほど入れていただいた名前の確認になりますので、名前、生年月日、性別など間違ってないかどうかを確認して、問題なければ下の方に進んでいただいて、登録をタップします。はい、でここまで来ると今度は2段階認証という画面になってきました。でこの2段階認証は先ほどと同じように、メールアドレスにセキュリティコードというのが送られていますので、そこのメールを確認して数字6桁を確認暗記して、ここのセキュリティコードに入力をします。はい、で入れていただいたら、下のログインというところをタップします。はい、でそうすると今度は D ポイントの利用者情報という画面に移りました。はい、でここでは先ほど D アカウントで設定した名前、性別、生年月日はすでに反映されていると思いますので、残りの、ね、住所だとか連絡先などを入れていただきます。
で、入力した後に注意事項ですとか、Dポイントクラブの特約に同意した場合には、次をしていただきます。で、最後に入力した情報が間違いないかどうかを確認してもらって、問題なければ、下の方の登録ボタンをタップします。はい、これで D アカウントの登録と、モバイル D ポイントカードの発行と、利用者情報の登録が完了しました。これで D ポイントが、D ポイントカードが使えるようになったということですね。はい。で、続いて D ポイントの使い方についてお話をしようと思うんですが、その前にですね、この後続けてやってほしいことがあります。何かというと、アプリを2つ入れてほしいんですね。今から紹介するアプリというのは、この D ポイントをさらに便利に使うためのアプリになるので、ぜひこのタイミングで入れてほしいと思います。まずは一つ目は、D ポイントクラブというアプリです。先ほどのも D ポイントクラブというものなんですけども、これがアプリ版になります。で、先ほどのウェブ画面でもいいんですけども、やはりね、いちいちアクセスをしなければいけないので、結構手間なんですよね。で、この D ポイントクラブのアプリ入れてもらうと、まあ、簡単に言うとこれ、カードの代わりになるんですね。まずは、このアプリはぜひ入れていただきたいと思います。で、これ入れてもらうと、そのカードの代わりの他にも、D ポイントクラブ専用のクーポンなんかも使うことができますので、ぜひね、活用していただくといいと思います。で、次に入れてほしいのが、D アカウント設定というアプリになります。で、先ほどもね、何度かあったと思うんですが、2段階認証ってあったじゃないですか。あれ結構めんどくさくないですか。で、あれ、いちいちパスワードを入れなきゃいけないんですけども、これ D アカウント設定というアプリ入れてもらうと、そのスマートフォンに搭載されている生体認証、例えば指紋認証だとか、フェイス ID とか、そういったものを、使って2段階認証を、してくれるというアプリになりますので、これやるだけでもだいぶ違いますので、ぜひね、これ最初に設定は必要なんですけども、一回やってもらうと基本的にね、もうやらなくて大丈夫なので、まずはね、この D アカウント設定も合わせて入れてほしいと思います。はい。で、ポイントカードの使い方なんですけども、先ほど入れていただいた D ポイントのアプリを立ち上げます。で、次にバーコードを表示させます。で、お店の人に見せます。ということで、非常に簡単ですのでね、そこで画面を使ってちょっとお話をしていきたいと思います。はい。まずはね、ここからは D ポイントアプリが、まあ、入っている前提でちょっとお話をしたいと思うんですが、D ポイントのアプリを立ち上げます。で、次に右上のカードマークありますよね。で、ここのところをね、タップしていただくと、このようにね、バーコードが表示されます。で、これをお店の人に見せてもらって、バーコードをスキャンしてもらうと、完了になります。で、ポイントを貯めるときは特に何にも言わなくて大丈夫です。なので、ピッて読ませてもらって、あとお金払ってもらえれば大丈夫です。で、ポイントを使う場合なんですけども、ポイントを使う場合は、お金を払う前に、あ、すいません、ポイントを使いますって言ってもらえれば、そこでもポイントが使えるようになります。はい、先ほどお話しした D ポイントクラブのアプリをですね、ぜひね、使ってほしいんですけども、この使った方がいい理由をちょっとお話ししたいと思います。まず一つ目は、D ポイントって先ほど還元率 1% って言ったじゃないですか。でもこれね、ポイントアップっていうのがあって、ポイントアップすると、1% が例えば 20% でポイント貯まったりとかですね、かなりいろいろポイントが貯まりやすいんですね。なので D ポイントっていうのは本当にポイントが貯まりやすいので、個人的にもお勧めをしているんですが、ただね、一つ、ポイントがあるんですけども、このポイントアップをするためには、必ずそのキャンペーンにエントリーをしなければいけないんですね。で、エントリーは当然ウェブでもできるんですけども、まあ単純にめんどくさいじゃないですか。で、この D ポイントアプリを使ってもらうと、ポイントアップのエントリーもこのアプリ上で全部できてしまうんですね。ですので非常にね、簡単にできるので、このアプリはね、ぜひ入れてください。で、このポイントアップのキャンペーンというのは、基本的にね、期間ごとにいろいろやってるんですけども、このエントリーは基本的にその1回だけやればもう大丈夫です。期間中に1回だけやってもらえれば大丈夫です。はい。で、次にですね、もう一つね、使った方がいい理由なんですけども、この D ポイントクラブっていうのは、クーポンを発行しているんですけども、このクーポンね、結構いいクーポンあるんですよ。で、お店はね、ちょっとね、少ないのかもしれないんですけども、よく行ってるお店がもしあるんであれば、意外とね、
使えるクーポンたくさんありますんでね、このクーポンをねぜひ活用していただくといいと思います。はい、でまとめなんですけども、 Dポイントクラブ、この Dポイントというのはドコモを持っていなくてもカードは作れるということなんですね。ですので au ソフトバンクを持っている人でも格安 SIM を持っている人でも作ることができますということです。はい、で次にねポイントの還元率はね実質 1% ということなんですね。T ポイントと比べてもまあ単純に倍違いますし、あの本当にね還元率は高い方だと思います。例えばクレジットカードなんかもねポイントっていうのはだいたい 1% が平均になりますので、Dポイントもね非常にポイントは高い方だと思います。でポイントのアプリはね結構使えるのでぜひ活用していただきたいと思います。で先ほどお話ししたように、ポイントアップのエントリーでも使えますし、あとは、クーポンなんかを発行されていますので、ぜひねポイントカードを作った際にはこのポイントアプリもセットで入れていただくといいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしねこの動画がいいと思っていただけたら、いいねボタンを押していただければ嬉しいです。あとはチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。